どうも、高井です。裏切る代償、裏切りの条件と見抜く制度。人がどんな条件だと裏切りやすいのか、そしてそれの裏切りを見抜く精度というのはどれほど高いのか、それを知る上ですごい参考になると思うので、内容をこちらにまとめてみました。これが読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。見知らぬ人と分かち合う最後通知用ゲーム。基本構造、簡単に言えば、もらったお金を2人でどう分け合うのかを考えるゲームです。まず2人でペアを組み、1人を分ける人、もう1人を受ける人とします。2人はそれぞれ違う部屋にいて、将来まで含めて決して顔を合わせることもなく、お互いに名前も顔も性別も何も分かりません。ステップ1、分ける人の提案。まず分ける人に1000円を渡します。そして名前も顔も性別も分からない受ける人と1000円をどう分けるかを分ける人に提案してもらいます。ステップ2、受ける人の返事。分ける人の提案に対して賛成するのか反対するのかを受ける人が決めます。受ける人の返事が賛成なら、分ける人の提案通りに分け、お互いにその金額をポケットに入れられます。受ける人の返事が反対ならば、1000円は没収、お互い何ももらえません。これが最後通帳ゲームです。自分にとって最も得な選択。ただで100円あげるよと言われたら、スッとポケットに入れるのが当然得です。相手は900円じゃないか、ずるいとか言って、せっかくの100円を反対と蹴飛ばしてしまうことが、そうだと理解することは決して難しいことではありません。実験の結果、この理屈を理解しても、そうだな、よく考えたら反対は損だからありがたくもらっておこうとは、なかなかできないということがこの実験結果です。目と評判を恐れる心。独裁者ゲーム、ノーとは言わせない。最後通知用ゲームでは、受ける人は賛成か反対かを選択することができました。しかし今回の独裁者ゲームでは、受ける人には選択権はありません。受ける人にはたったの1円すら渡す必要がなくなります。安心して独り占め。実験の結果、独裁者ゲームにおける受ける人の取り分は平均的に 20% から 30% ほどあります。最後通帳ゲームの時の受ける人の取り分が 30% から 40% ほどでしたから、減ったとはいえゼロではありませんでした。匿名性、バレないなら。最後通帳ゲームでも独裁者ゲームでも、お金を渡す相手はお互いに全く知らない人でした。とは言っても、少なくても1人、誰がどれだけお金を渡したのか知ってる人がいます。実験者です。大学での実験では学生の人が参加者になることも多く、この場合の実験者は先生。相手には自分のことはわからないとはいえ、先生に見られているのはやりにくい、そう感じる可能性があります。今回の独裁者ゲームは、誰がどう行動したのか、相手だけではなくて実験者にもわからない形で行われました。分ける人の立場、約6割の人は受ける人に何も渡さずに人質にするようになりました。受ける人のような平均的な提案率は約 10% となり、通常の独裁者ゲームの半分以下となりました。さらに匿名性を高める仕事として、ランダム回答法を用いて、自分の選択が絶対に誰にも分からないことをよりはっきりと確信できるようにした上で独裁者ゲームを行った場合、平均提案率はわずか 7% ほどになってしまいました。見られているという感覚がなくなるほど、自己の利益を追求する方向にその行動を変える、その振る舞いはとても合理的でもあります。偽物の目、ラボ実験。目があれば他者から非難されにくい方向に、目がなければ自己の利益を追求する方向に行動を変える傾向は、偽物の目でも影響されることが分かりました。今回の実験では、参加者のすぐそばのコンピューターの画面に人の顔のような偽物の目の画像がある状況で独裁者ゲームを行いました。実験の参加者は19歳から36歳のカリフォルニア大学ロサンゼルス校の学部生248名です。目の前のコンピューター画面に人の顔のような偽物の目の画像がある、たったそれだけで受ける人に渡された金額の割合がなんと 30% 以上も増えました。独裁者ゲーム、バリエーション。バリエーション1、相手から奪ってもいいなら。分ける人と受ける人にそれぞれ500円を渡します。その後、さらに分ける人に500円を渡し、追加で分ける人に渡した500円を受ける人とどう分けるかを決めてもらいます。実験の参加者はメリーランド大学の学部生で、実験1が24名、実験2が46名、実験3が50名です。実験1、独裁者ゲーム基本型。基本型のゲームでは、独裁者である分ける人が受ける人に渡したのは500円のうち約130円でした。平均提案率は約 25% で、約 70% の人は相手にいくらかの金額を渡しました。独り占めをして相手に全く何も渡さなかった人は、分ける人の立場の約 30% の人でした。実験に、受ける人から100円まで取れる。分ける人は自分の500円を受ける人と分けてもいいし、受ける人から最大100円までは取ってもいいですよと説明されたとします。すると、受ける人に渡した金額は
約30円まで激減してしまい、相手に何も渡さなかった人も約 45% まで増えただけでなく、約 20% が受ける人から奪える上限の100円全てを取り上げました。実験3、受ける人から500円まで取れる。分ける人は自分の500円を受ける人と分けてもいいし、受ける人から最大500円までは取ってもいいですと説明されたとします。すると平均で約250円を奪いました。お金を分ける人もほとんどいなくなり、何も渡さなかった人は約 30% ほどで、約 60% の人が相手からお金を奪いました。そのうち約4割は全額奪いました。バリエーションに知らなかったらしょうがない。次は相手の利得がすぐには分からない状況での独裁者ゲームを考えます。実験参加者はピッツバーグ大学の学部生で、実験1が38名、実験2が64名です。ここで考えるのは選択肢は2つだけというシンプルな独裁者ゲームです。コンピュータの画面上に分ける人と受ける人の間の分け方を示した選択肢が2つ出てきます。分ける人にはこれを見て、どちらを選ぶかを決めてもらいます。実験1、基本型、2つの選択肢。選択肢1では分ける人と受ける人がもらえるのは2人ともに500円ですから、平等の分配と言っていいでしょう。それに対して選択肢2では、分ける人は600円と選択肢1よりもたくさんの金が手に入りますが、受ける人の取り分はたったの100円です。この2つの選択肢のうち、どちらかを選ぶように言われると、自分が損をすると分かっているのに、分ける人の立場の7割以上の人は平等に分ける選択肢1を選びました。実験2、受ける人の取り分が分からない。受ける人の実際の取り分がそのどちらなのか、分ける人には見えないようになっていて、分ける人のコンピューターの画面上では、受ける人の取り分の部分には、ハテナと書かれていました。ただし分ける人がハテナの部分をコンピューターの画面上でクリックすれば、受ける人の取り分はすぐに分かるようになっていました。しかし簡単に調べられることは分かっているにもかかわらず、分ける人の立場はおよそ半数の人は、受ける人のもらえる額を見ようとすらしませんでした。そして6割を超える人は、自分にとって得であることがはっきりとしている選択肢には選んだんです。ゲームの後でなぜそのような選択肢をしたのか尋ねてみると、自分が600円をもらえるようにすることで、相手がどのようになるかを知らなかったのかと説明しました。確かにそれは嘘ではありません。しかし正確には簡単に知ることができたのに、知ろうともしなかったというべきです。こういう状況を戦略的無知と言います。バリエーション3、バレないようにできるなら、ここでは実験者がもらう1000円をどう分けるかを決める前に、分ける人が実験者に100円を支払えば、お金を分ける予定があったこと自体を受ける人に伝えることなく、残りの900円を全部分ける人のものにできる状況を考えます。すると、約3割の人は、実験者に100円を支払ってゲームが対処することを選びました。続いて独立に行われた再現実験では、約4割の人はこの対処の選択肢を選んでいました。選ばれたのは、自分がそんな欲張りな選択をしたことが分ける人に伝わらないように、喜んで無駄な100円を支払うというものだったのです。バリエーション4、フェアに見えるかな？分ける人の提案額に関わらず、あらかじめ決められた提案がコンピュータープログラムに決められてしまう状況を考えます。プログラムによる提案は、950円と50円、あるいは1000円と0円などの、かなり分ける人に有利な提案でした。こうしたかなり不公平な提案をされたとき、分ける人は実際に提案したものなのか、それともプログラムによる勝手な提案なのか、受ける人にはどちらかわからない状況です。コンピュータープログラムは分ける人に有利な提案をする可能性が高くなると、分ける人自身もプログラムと同じ提案をすることが増えました。不公平の怒り、アンフェアは許せない。不平等回避論というものがあります。相手と自分との利益の差という不平等な状態そのものを嫌うために、人はコストをかけてでもこのマイナスを打ち消す行動を取り得るということです。自分がお金などの報酬をもらうと、喜びや快楽に反応する脳の報酬系の部位が活動します。しかし、脳の報酬系が反応するのは必ずしも自分が得をした時だけではなく、自分と相手との格差が減り、より公平な状態になった時にも報酬系が活動していたのです。しかもそれは自分よりもお金の少ない相手がお金を獲得し、自分との格差が減った時にも喜びを感じている時と同じ反応が脳の中で見られたのです。最後通帳ゲームの時には、自分が公平に扱えた時の脳の活動を調べると、喜びや快感に反応する脳の報酬系が反応していることが示されました。不公平な提案への反応、ムカつく。勝負の提案という不公平な提案に対して、嫌悪感や怒りといったネガティブな強い情動を司るとされる脳の部位が活性化していることが示されました。不公平な度合いが強くなればなるほど、ネガティブな情動を司るとされる、その頭皮質全部の反応が強くなり、この部位がより強く反応した人ほど、消極の提案をよく拒否していたことも分かりました。メッセージは送れるようになると、不公平な提案をされた時の感情をさらに知るために、分ける人の提案に対して受ける人がイエスかノーかを決める前に、受ける人が分ける人にメッセージを送ることができるようにした実験があります。
すると、諸国の提案に対して送られたのは、こんな怒りに満ちたメッセージでした。悪いね。こっちも人間なの。ずるい。自己中。強欲ってこと？最低。不公平さと意図。わざとだったら許せない。脳がより強く嫌うものは、不公平そのものではなく、不公平にしてやろうという意図である仕事も示されました。この実験では、柔道をどう分けるかを分ける人に決めてもらいます。提案はすべてコンピュータープログラムが行い、提案を受ける人はすべて参加者です。参加者は、提案はプログラムに従って行われているだけだと知っているグループと、人間が行っていると思っているグループの2つがありました。提案を人間がしていると思っていた場合には、不公平な提案ほどよく拒否されました。しかし、プログラムに従ったコンピュータの提案だと知っていた場合には、不公平な提案でもあまり拒否をされませんでした。問題は分け方そのものではなく、不公平な提案を人間が意図して行ったものなのかということです。脳に刻まれた力、裏切り者を見つける力、4枚カード問題。もし P ならば Q であるという形の条件付きルールに違反している可能性あるものを見つける問題です。ここでのルールは、ボーンの裏には偶数の数字が書いてあるです。ルールが守られているのかを確かめるために、カードをめくってその裏を確認しないといけないのはどのカードか。もちろん余計なカードをめくることは許されず、必要最小限のカードしかその裏を見ることはできません。答えを確認しましょう。まず経緯を考えます。これは子音ですが、子音の裏は偶数でも奇数でも良いので、これをめくる必要はありません。次の4は偶数ですから、裏が母音ならルール通りですし、裏が子音ならばその表は偶数でも奇数でもどちらでも構いません。結局このカードの裏は母音でも子音でもどちらでも良いことがわかるので、4をめくる必要もないことがわかります。一方 A は母音です。母音の裏は偶数でないとルール違反となりますから、この裏を確認する必要があることがわかります。同様に5の裏が母音ならばルール違反ですので、裏を確認しなければいけません。答えは A と5の2枚となることがわかります。正答率は 5% から 30% 程度であまり高くありません。アルコールを飲んでいるのは？カードの表には年齢が、裏には飲んでいる飲み物が書いてあるとします。ここでのルールは、アルコールを飲むならば20歳以上でなければならないとなります。このルールが守られているのか確かめるためには、どのカードをめくればよいでしょうか？25歳は何を飲んでもいいからチェックの必要はなし。コーラの人もチェックの必要はなし。16歳が飲んでいるものと、ビールを飲んでいる人の年齢を確認する必要があります。答えは16歳とビールの2枚です。正答率は 65% から 80% 程度もあります。馴染みと具体性。具体的で馴染みのある問題。カードの表には行き先が、裏には交通手段が書いてあります。ルールは東京に行くならば電車を使うです。東京に行くならば電車を使うというルールに反したカードを探すためには、どのカードをめくればいいでしょう。答えは東京と自家用車です。2回行った実験の正答率は 46% と 38% にとどまりました。具体的だが馴染みのない問題。キャッサバという植物は収穫できる地域が限定され、キャッサバができる地域に住んでいる人は顔にタトゥーを入れる習慣があると説明されます。商品の流通という仕組みがないために、キャッサバを食べる地域の人しかこれを食べることができないため、キャッサバを食べる地域の人の顔にはタトゥーがあることになります。ここでのルールはキャッサバを食べるなら顔にタトゥーがあるとなります。4枚のカードの表にはキャッサバを食べているかが、裏には顔にタトゥーがあるかが書かれています。このルールに反したカードを見つけるためには、どのカードをめくればよいでしょうか。キャッサバはどんなものなのかよくわからない人も多いでしょうし、タトゥーを入れる習慣も馴染みのあるものではありません。答えはキャッサバを食べていると、顔にタトゥーなしです。正答率はわずか 20% 程度にとどまり、あまり高くありませんでした。裏切り者検知。ここで状況の説明だけを少し変えます。キャッサバはとても美味しくて栄養価もあり、誰もはみんなぜひとも食べたいと思っている、とても魅力的な食べ物だと説明されます。しかし残念ながら、滅多に見つけられない非常に貴重なものなので、部族への忠誠の証である顔にタトゥーを入れた人しか決して食べることは許されていない。それほど大切なものなのだと言われるのです。カードもルールも変わってませんし、キャッサバという食べ物自体や忠誠の証に顔にタトゥーを入れるという習慣をどちらもよく知らないということも変わりません。それにもかかわらず、状況の説明を少し変えただけで、その正答率は一気に跳ね上がり 70% を超えました。同じ問題をカードもルールも同じままで、裏切り者を探せという状況にその説明を変えてやるだけで、正答率は一気に3倍以上に跳ね上がったのです。うっかりの失敗と意図的なズル。この問題は子供のスイミングのクラスの登録についてです。子供を上級クラスに登録するのであれば、そのクラスは時間が長いので、50ドルの追加費用を払わなければならない状況であるとします。
ルールは、上級クラスに登録するならば、追加費用を払うです。カードの表には子供が登録されたクラスが、裏には追加費用を払ったかが書かれています。ここでは、子供のおばあさんがクラスの登録をすると言われます。しかし、おばあさんはアルツハイマーという病気を患っているので、お金をごまかそうという意図は全くないのですが、うっかりとお金を払わないのは、子供を間違ったクラスに入れてしまうことがあると説明されます。答えはわかりましたか？答えは上級クラスと追加費用を払っていないです。正答率は 45% ほど甘え高くありませんでした。ところが同じ問題の状況設定を少し変えてみると、結果がガラッと変わったのです。意図的な裏切りは見逃さない。次は子供のお父さんがその登録の手続きをすると言われます。ただしお父さんはお金をごまかしてでも節約したいと思っていると説明されます。追加の50ドルをできるだけ払いたくないので、払わなければいけないことは分かっていながら、わざとごまかして子供を上級クラスに入れようとしている状況だと説明されるのです。答えは同じ上級クラスと追加費用を払っていないです。意図的な裏切り者を探すという状況になった途端に、正答率は 80% を超えました。人は、意図的な裏切りに非常に敏感なようです。裏切り者を覚え伝える力、裏切り者は忘れない。裏切り者の記憶についての研究では、裏切り者であると説明された人の顔を時間が経った後でもよく覚えていた。単に顔を見たことがあると覚えているのではなく、協力的な人のことを覚えているよりも、裏切り者のことを覚えている方がより重要と考え、裏切り者の顔を協力的な人の顔をより長く見ていること、そして裏切り者と裏切りに関する情報をよりよく覚えていることが示された。単なる顔の記憶ではなく、どのような人物なのかというソース記憶と言われるものが、裏切り者の場合よく記憶されやすいことが報告された。協力をしなかった人の顔を協力した人の顔と比べて、無意識のうちによく見るという注意バイアスがあることや、強制的に両方の目に違う写真を見せると、悪い噂のある人の顔を写真をより長く見るという結果も報告されている。また、自分にとってそうな裏切りほどその人物の顔をよく覚えることや、子供が意地悪な子の顔を親切な子の顔よりもよく覚えていることが示されています。ゴシップ、誰かの悪しき行いの噂話。裏切り行為はすぐに見つかる上に、いつまでも忘れてもらえず、さらにはすぐにゴシップの格好ネタになるようです。人の会話の3分2ほどが社会的なゴシップであり、社会的な人間関係に関する話題は他の話題に比べて正確かつ対応に記憶されやすいことが示されています。ゴシップの中身は会話の約 60% が仲間の誰かに対する批判を含んだネガティブなものであり、褒める会話はわずか 7% でした。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。